寺は間町長大橋は、宮崎県日向市統合町山院麻日平と、三院麻さんの口にかかる東九州自動車道の橋である。建設時の名称は、田久保川橋。2013年土木学会田中賞、プレストレストコンクリート工学会賞。2018年国際コンクリート連合フィブ小土木、構造物部門最優秀賞。ここでは、 建設において実用化された広報バタフライウェーブ橋についても解説する。東九州自動車道ヒューガインターチェンジのインターチェンジ間にかかる田久川の橋である。暫定に車線区間のため橋は一本のみ作られた。橋はミミツカントリークラブや国道10号からも見えるという。建設期間中、夜間は橋全体がライトアップされていた。特筆すべきは 世界初のバタフライウェブ箱下採用のラーメン箱下桁橋である。コンクリート箱下桁橋のウェブにバタフライウェブと呼ばれる長径形状のコンクリート製のプレキャストパネルを用いている。設計者、指向者である三井住友建設は宅久保川橋の上部工事を受注した後に発注者である西日本高速道路会社にバタフライウェブ橋の VE 提案を行った。 指導や普通河川である田久保側の本支流がある、急峻な田部と交差しているため、河橋には張り出し仮設工法を採用した。バタフライウェブ箱下駄は、従来構造と比較して10%の軽量化と50、50%の試行速度の迅速化が図られた。このことが認められ、土木学会、田中省のほか、アジアの高速道路用橋梁では初めてフィブ小土木。 構造物部門最優秀賞を受賞した。寺波間町長大橋の完成によって確立された、バタフライウェブ箱下田橋の技術は、新名神高速道路の芥田川橋、新名神向川橋などで採用されている。寺波間町長大橋の名前は、近隣の日向市立寺波間小学校の小学生から、公募し、そのアイデアを参考に、日向市にも意見紹介を行った後、 西日本高速道路により名付けられた。出展による出展による。E10 等九州自動車道ヒューガインターチェンジテラ、ハサマ町長を発出のインターチェンジこれまで建設コストの低減を目的とした橋梁の軽量化は波形後半ウェブやコートラス等の複合構造を用いられてきた。しかし、前者は後半の加工や溶接などの作業が発生し、 校舎は、各天部の構造が複雑になるなど、思考性に課題があった。三井住友建設が実用化したバタフライウェーブ橋は、長型形状のコンクリートパネルを工場で製作。これを逆派の地型に並べて橋体を構築する。バタフライウェーブに使われるコンクリートパネルは、圧縮強度80、ニュートンマイメートル平方メートル程度の高強度。 繊維補強コンクリートを使用することで厚さを 150mm 程度に低減した。バタフライウェブ端はその長型のウェブがダブルワーレントラスに類似した挙動を示す。パネル同士は接続していないので荷重がかかると選断力がパネル内で分解され対角線方向に圧縮力と引っ張り力がそれぞれ作用する。パネル内で引っ張りが作用する方向には pc 鋼材を配置し、プレテンション方式で補強を行い、上下昇板とは、交換ジベルにより一体化を図った簡易な構造としている。バタフライウェブ箱桁は、従来構造に対して、約10%の軽量化と試行速度の迅速化が図られ、鋼材重量の低減や支障の縮小化を実現。これにより張り出しブロックの長さを1.5倍、長くすることができ、 思考速度を約50%向上させることができるという。また、バタフライウェーブの構造により支柱の桁内に日光が入り込み明るくなる。そのため点検が容易なことから維持管理性が向上するという。バタフライウェーブ橋の技術的応用も検討され、エクストラドーズド構造を組み合わせたバタフライウェーブエクストラドーズド橋が新名神高速道路の新名神向川橋で、 採用されている。ありがとうございます。